生活環境の変化によって、日中ある程度睡眠をとっていても、発作的な眠気が生じる過眠症というものがありまして、そういったものには注意が必要かと思います。過眠症は睡眠障害の一つで、睡眠不足ではないのに日中に突然の眠気が起きて日常生活に支障が出る病気です。周りからは居眠りや怠けている、たるんでいるなどと誤解されるケースがあります。起きていたと思っても発作的に眠ってしまうとか、あるいは集中力が落ちてしまうとか、意欲が低下してしまうとか、やる気がなくなるとか、表情が乏しくなるとかですね、そういった症状が、あとイライラするとか、あと集中力が下がるという症状があります。なぜこのような症状が現れるのでしょうか。気温の変化によって体調の変化を受けることが多くて、急激な速さで暖かくなりましたので、かなり体調を体慣れてくるのに皆さん苦戦される方が多い様子でした。そうは言っても、普段でも眠くなることはあります。病気かどうか見分けるポイントはあるのでしょうか。病的でない眠気の場合だと、大体は段階的に眠いなって感じて、だんだん眠くなって、居眠りというパターンですが、病的な場合ですと、睡眠発作と言われるような、本当に発作的な、ついしばらく前までは全然元気そうにしていたのに、急にガクンと途切れるような寝方をされる場合は要注意ですね。眠くなる時間帯にも病気に気づくポイントがあるそうです。バイオリズム的には、午前の10時から11時ぐらいの間は、ある程度一番脳が起きている時間帯なんですが、それにもかかわらず、その時間帯でも眠くなってしまう場合だと、病的な眠気が疑われます。過眠症になりやすい年代や性別はあるのでしょうか。過眠症の中で眠気が最も強いものでナルコレプシーというものがあります。で、ナルコレプシーの場合だと、なりやすい年齢は、14歳から16歳ぐらいですね。だいたい中高生ぐらいから発症、病気が起こりやすいです。頻度はだいたい200人に1人ぐらいです。なぜ発症するのでしょうか。オレキシンっていう脳を起こしておくための、そういうホルモンを出すための神経細胞が何らかの原因によって働きが低下することによってナルコレプシーが発症するというふうに言われています。毎日毎日栄養ドリンクを飲まなければ、生活が成り立たないようであれば、睡眠時間が不足しているのか、はたまた何かの過眠症があるのかということが疑われますので、お近くのその医療機関で相談いただくのが良いと思います。